はい、どうも J チャンネルです。今回はね、緊急レビューなんですけれど、今日はですね、7月の14日ですね、ということだったんですが、ボスのワイヤレスのね、WL50 というのがね、でもうち広島なんでね、まだちょっと遅れるんじゃないかなと思ってたんですが、今日届きましたので緊急レビューとなりました。で、今使ってみたんですけど、まあ一応ちょっと開封をね、ちょこっと見てもらいましょうか。はい、こちらがですね、手元に届きましたのでレビューしてみたいと思います。ちゃんと、で初めて手に取るわけですけど、あ、こういう感じ、あ、電池も入ってんだ。ガチャンと、これも使えるようになってんだな。あとここをこうやればいいわけね。オフオンオフね、こういう入れれば電源が刺さるはずなんですが、これで OK。 はい、ということで見ていただいたということで、音を出してみたいと思いますが、こちらの方にシャキッとやりましたら、あとはこれでもうね、音が出ます。はい、なかなかいい感じでね。いい感じでなっておりますね。はい、全然もう遅延も全くなくて、これを外して全然こうガチャガチャ言わないし、これがですね、刺してどれぐらいで出るかですね。刺しました、これ0、0、1、2、あ、2秒ぐらいでいいですね。刀よりがちょっと短くなったのかな。こういう感じでね、いい感じですよ。ちっちゃいしね、電池もついてますし、これは一応あのアダプターつけてますけど、アウトプットつないだらまた OK という感じになってますね。それではですね、リレー10ですね、これやってみたいと思いますが、刺しました。ちょっと早くないですね、これも同じ。はい、またボスを刺してみましたが、はい、ただいま今比べてみたんですが、エレキの場合はほとんど変わんない。若干こう、G10 の方がまろやかな音がするという感じぐらいで、そんなに分からなかったです。アコギに関しては、リレー10の方がまろやかな音はしますが、アクティブのピックアップの場合はアダプターをつけないといけないので、これをやるとですね、どうしてもこうなんかちょっとノイズが入るんですよ、これで。どうしたもんでしょうね。はい、ボスの方はね、まあエッジが効いてるというか、まあシャキッとした、まあ、高音がしっかり出るような感じの音でしたね。 G10 の方がまろやかで、ちょっとこれがあのはっきりした音がするという感じで、好みが分かれるところではあります。ただ両方ともね、イコライザーでなんとかできる範囲だとは思います。アクティブで使う場合はこっちも使えるんですが、これはね、ライン6の場合はこのアダプターがいるんで、アダプターがいると若干のね、ノイズが乗るというか、なんでしょうね、そういう感じでしたね。はい、今回はですね、ボスの新しく出たね、ワイヤレスシステム WL50 をねレビューしましたが、なかなかね、あの普通のねコンパクトエフェクターみたいな感じの大きさです。さあ、どっちでしょうね。まあ、もし参考になればね、参考にしていただいて選んでいただければと思います。手軽なのもこっちですよね。音はまあまあこっちが良かったような気がします。XLR もあるしね。さあ、どうでしょうという感じですね。よかったらまたね、J チャンネル見ていただきたいと思います。コメントなんかも、チャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。今回はね、ワイヤレスシステムのレビューをさせてもらいました。ではまた。